はい、こんにちは。異種格闘技戦のお時間です。ソニー対アップル。使うのは、めぐみさん大好きなセガさんのチェインクロニクルですよ。こっちはチェインクロニクルビータ版。こっちは元祖チェインクロニクル iOS 版。チェインクロニクル V。はい、じゃあね、まず起動速度いきますよ。タイトル画面までね、いきます。せーの、ほい。ちょっとね、バグるんですよ。まあ、ゲームが始まるまでですからね、どっちが早いか勝負ですよ。まあ、画面はね、ご覧の通り衝撃のサイズですよ。衝撃のサイズ、ちょっとこっちの方が大きいかなみたいな。ユニティ、はい、来たー。はい、起動速度はまあちょっと若干アップルのは速いかな。若干ですよね。まあこっちも相当速いですよ。では精度、はい、さあちょっとこっち側はね、まだチュートリアルの途中になってると思います。はい、来た、はい、来た。と言ってもビータちゃんのいいところはレジュームじゃないですか。レジュームの速度っていうのはビータちゃんの強みですよ。レジュームいきます。せーの、ほい。ほらほら、これはねゲーム機ですよ。ゲーム機単品でいくと切ってつけてビュー動きます。もう動いてます。これがゲーム機。一方のアップル先生は、まあ、指紋認証。指紋認証で、一瞬これが出ます。そしてゲーム画面。なんと、ソニー大勝利。ソニー大勝利。もうアップルは足元にも及ばないほど早いですね。レジュームはね、バトル画面いってます。バトル画面。これはね、結構ゲーム画面。このゲーム機の方はやっぱ凝ってるんですよね、若干ね。いきましょう、よいしょ、ではいきます。おい、ちょっとねピリカの羽ばたきがちょっと弱いかなと。まあ遜色ないかな、あるかな。こっちちょっとチュートリアルになってます。エフェクトがね、こっちは綺麗。データ量をたくさん使ってる。未来をつかむ、違う、光をつかむ、こんな感じですね。下も、これでいいか。大丈夫、よくある状況さ、こんな感じで。まあ気になる解像度ですね。 iPhone6 Plus PS ビータ、 iPhone6 PlusPS ビータ、どうでしょう。あのね、コントラストがこっちが良すぎてすげえ綺麗に見える。どうすか、大差ない、大差ない。あー、これはねカメラ越しでは伝わりにくいかもしんないね。リティーナディスプレイもやっぱりカメラ越しだと伝えづらかったんですよね。こんな感じ。ビータの方はマックスまで明るさを入れてます。コントラストね、ほぼほぼ両方ともコントラスト比はマックス、輝度マックスになってます。なので、まあ、こっちの方が画面が明るい。あ、バックライトはね多分いいの使ってるんですよ。だから明るい感じですね。では両方ともマックスまで暗くしてみましょう。よいしょ、ビータ一番暗くしました。よいしょ、 iPhone6 Plus 暗くしました。これねやっぱ液晶の性能ですよね。コントラストのあのより暗くできる、より明るくできるっていうのは本当にパネルの性能もろ出るんですよ。だからもうしょうがない、しょうがない。これ一番暗い、こっちも一番暗い、このぐらい違いますね。
そんなわけでゲーム機ですね、 PS ビータ VS iPhone 6 Plus の異種格闘技戦でした。どうでしょうね、 Apple VS ソニー、ソニーちゃん完全勝利にはならずですが、まあゲーム機のレジュームの速さっていうのがありますし、まあ、あとはねスペックは全然こっちの方がいいんですけど、まあ物理機どうせこれゲーム機だから、こっちゲーム機だから、こっち電話だから、さあこれはね不到着ありそうな感じですね。いやだってしょうがないよね、いよいよ比べられる大きさに来ちゃったんだから、これに、iPhone 6 Plus にここがさ付けられるガジェットが登場したら、さあもう本当に今までね、スマホゲーもしもしゲーもしもしゲーって言ってましたけど、このコントロールの部分をライトニング端子でここにガションってはめてこうできるガジェットが出た時にもう誰も文句が言えなくなるんですよ。スマホゲーってディスることができない、もう同じ立場になるしかない。ゲーマー、コアゲーマー、ライトユーザー関係ない、もうそんな関係ないんです。普及率で圧倒的な電話をライバルとして戦わなければいけない、いやもう現在そういう状態なんですけど、いよいよねこう比べられると、あもう本当に遜色ないものが戦いとして同じ舞台に乗っかったんだなっていうのを如実に感じますね。そんなわけで PS ビータ VS iPhone 6 Plus の考察でした。どうでしょう、これは、激震が走りますよ。 iPhone 6 Plus は激震が走ってると思います。これ今ね両方見て激震が走ってる方は多いと思います。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、まあ、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう。バイバーイ。